翔太投手、こんにちは。県事業、今年初めてのインタビューさせてもらっていいですか。今年初ですか。いいですか。翔太投手、いよいよ開幕が、はい、まあちょっと今こういうような状況ではあるんですけれども、はい、開幕が近づいてまいりました。はい、今のコンディション、はい、お伺いしてもいいですか。そうですね、ゆっくり調整させてもらってますって感じですかね。まだまだです、はい。まあ、ちょっとこの社会情勢の中で、はい、ちょっとどうなるかわからん部分もあったりとか、うん、翔太投手の長いキャリアの中でも、はい、あまりこう経験したことないような、うん、状況が起きてるとは思うんですけど、はい、その辺の、まあ、準備とかっていうところにはどんな感じですかね。そうですね、本当難しいことですけどね、うん、プラスに変えるといいますか、うんうん、しっかりよりいい準備ができると思ってやろうかなと思ってます。はい、いわゆるその準備期間を長く取れるっていうポジティブな考え方でっていうことですよね。はい、選手がだいぶ入れ替わったと思います。ピッチャーの方も新しい選手入ってきたと思うんですけど、はい、翔太投手から見て今年の投手陣どうですか。そうですね、既存選手と、その経験と、新人の、ね、新しい力で、毎年のことですけど、1ヶ月ちょっとね、今治キャンプも経験して、いい雰囲気でやってますので、本当楽しみにしていただきたいと思います。はい、ございます。では開幕をね、待ってくれてるファンの方たくさんいると思います。はい、そのファンの方に向けて翔太投手から意気込みメッセージ最後にお願いしていいですか。はい、開幕に向けて、みんないい準備をしています。球場でね、皆さんに会えることを本当に楽しみにしてますので、皆さんも、今は大変な時期だと思いますけど、健康に注意して、待っててください。今年もよろしくお願いします。